はい、えー、皆さんおはようございます、えー、今日もね、えー、早速質問に、えー、お答えしておこうと思うんですけども、えー、倉橋会長さんいつもお役に立つ動画ありがとうございます私は福岡でコリオリアを細々と営んでおります質問はハイパーインフレーションが起きた際のため他に準備することや心構えと教えていただけば幸いです要するに、えー、お金の価値が下がるインフレだから ね、あのある意味では物に交換しておくってことですね。だからお金に交換できるものを所有する。うん。だ、だから例えば、うん、さっき言ったように不動産ね、ワンルームの不動産とか、うん、例えば金だとか、うん、まあ、うん、そういうものに少し変えてね、あ、えと、ー、で将来そのインフレが起きたら換金化できるということね。まあそういうことを一応考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、ぜひまたごろきさんかな、うん、飲食店頑張っていただきたいと思います。<laughs> それではまた。